突撃！はい、皆様こんにちは。突撃隣の開業医です。今回はですね、なんとまぶたを専門に行っている眼科クリニックさんにお邪魔したいと思います。場所はですね、一応こちらのビル名見ていただくとわからないかな。中津、大阪に今日やってまいりました。中津駅から徒歩1分で、大阪梅田が奥の、あっちの方が大阪梅田なんですが、大阪梅田から徒歩5分で、来れるクリニックになっています。で、実際に今回まぶた専門のクリニックということなので、実際にどういう医療機器を入れてるのか、あとはちょっと僕もね、今回手術とかもちょっといろいろと検査体験していこうかなと思いますので、最後まで皆様ご視聴ください。では早速いきます。レッツゴー！はい。ではですね、2階に到着しました。今回は2階の大阪メディア眼科まぶたのクリニック様にお邪魔したいと思います。では早速ですね、入っていきたいと思うんですが、もうエレベーター降りた瞬間におしゃれな感じもすぐ分かるんですよね。なのでちょっといろいろとお話聞いていきたいと思います。あ、先生待っていただいてますね。失礼します、はい、よろしくお願いいたします。はい、今回こちらのクリニック突撃させていただきます。簡単にですね、はい、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、大阪メリア眼科まぶたの院長浅井智子と申します。よろしくお願いいたします。こちらのクリニックが一応まぶた専門のクリニックということで、クリニックの名前にもまぶたとついてるんですけども、実際にどういう治療とか診療ってされてるんでしょうか。眼形成という分野がありまして、眼科が行うまぶた、目の周りの治療なんですね。眼瞼化推奨とかで、なるほど、視野が狭いとか、あと逆さまつげで目にまつげが当たってみたりとか、そういったものを手術して治すっていう。なるほどですね。こちらって保険もやられてる。そうです。機能障害がある方は保険で。あ、保険もやってるし、で実は手術室も、はい、すごく目立つということなので、ポイントなので、ちょっとこちらもまた後ほど取材させていただければと思うんですが、自費もやってるし保険もやってるというクリニックですね。ありがとうございます。なかなかまぶた専門のクリニックっていうのがあんまり全国的にもここまで大々的にクリニック名にも出してるところないと思うので、実際にどういう医療機器を使ってるとか、あと内装のこだわりとか、ちょっといろいろと聞ければと思います。本日はよろしくお願いします。はい、では院内ツアーの企画なんですが、はい、ちょっと実際にクリニックの全体像を見ていければと思います。はい、こちらが受付ですね。受付入って右手側に行くと、はい、こっちが待合です。あ、ここ待合ですね。はい、広いですね。はい。で、検査室があって、ちょっと検査の方はこっち呼ばれまして、で、検査が終わったらまた待合で、その次は診察室から呼ばれます。で、1と2がありますけど、今は主に診察室1を使ってます。で、奥に行くと美容部屋が3つあるんですけど、はい、今窓際のお部屋はサロン部屋、目の健康教室とかをやってる、皆さん集まってちょっと勉強しましょうっていうような会に使ってます。で、広いですね。広いですよね。はい。光があるんで余計に。確かに確かに。で、ここが。はい。2つ明るいお部屋で、処置室はこんな感じで洗面台とかがあって落ち着いて受けていただけるようになってます。で、ちょっといつもスタッフオンリーですけど、裏からここに入るんですね。入ると手術場と診察室のコーナーがあって、手術場の滅菌コーナー。なるほどなるほど。で、ここで洗い物とか高温滅菌をやっていくってことですね。ちょっと実際に手術室も入る。足で清潔なまま入って、で患者さんはあちらからいらっしゃるっていうことになります。はい、ありがとうございます。では各セクションごとに詳しくお話聞ければと思います。はい、ではですね、早速、クリニックの顔である待合室についてちょっといろいろと聞いていければなと思います。全体的にすごく、落ち着いてる、イメージなんですけども、先生、この受付のコンセプトというか、どういうイメージで設計をしたのかって伺ってもいいですか？はい、ちょっと美容もやってますので、華やかさもあってほしいなと思ったことと、あと男性の方とか、眼瞼下垂とかでいらっしゃる高齢の方にも美容を身近に感じていただけるように、落ち着いた仕上がりっていうのを意識しました。そうですよね。ちょっとキラキラっていうよりかは、シックで大人な感じのイメージがありますね。で、ちょっと実際にいろいろと見ていければと思うんですけど、ここのタイルとか、タイルになるんですかね、ちょっと石っぽいというか、はい、素材なんですけど、こちら何を使われてるんですかね？メラミンっていう素材で、メラミン、抗菌の作用とかがあったり、耐久性があって、光沢があるので、タイルみたいに華やかな感じで、しかも衛生的っていう特徴があります。なんかキッチンとか、そういうところで使ってるやつですね。確かにこれ触ってもね、ツルツルしてて、確かに掃除しやすそう。そうですね。で、ちょっと大理石っぽいイメージもあるので、おしゃれだし、で、清潔でめちゃめちゃいいですよね。で、なんか石より、コストも抑えれるっていうところ。ああ、なるほど、なるほど。ここがそうで、床とかもちょっとおしゃれだなって思ったんですよ。こちらはどういうものなんですか？これは塩ビシート。塩ビシート。はいはいはい。一般的なクリニックさんとかでも使われてるんですけど、今なんかこういう模様っぽいもの、マーブル模様みたいなのがあって、結構おしゃれに仕上げていただきました。ありがとうございます。ちょっと受付の中も入ってみてもいいですか？はい。ここと一緒ですよね。はい。はい。あ、一緒です。揃えました。これも？あ、これは別の、こっちは本物のタイルで、ここはちゃんとしたタイルなんだ。なるほど。ちょっと海外のものとかを選ばせていただいて、雰囲気重厚な感じに。重厚ですよね。なかなかやっぱり設計の部分って、これとこれが合うのかってやっぱ分からないんですよ。それはもうやっぱり設計の会社さんとかデザイナーさんと一緒に打ち合わせしたっていうのは、設計さんにアドバイスしていただいて、これだと合いますよとかいうふうにアドバイスして。なるほどなるほど。これはメラニン。メラニンじゃなくてメラミンですね。メラニンだとそうですよね。ニキとかそうですよね。なるほどなるほど。この辺のちょっとシックな感じで、清潔感を出すんだったらこのメラニンが非常におすすめです。はい、では受付が終わって次待合室にちょっと入っていければと思います。お、めっちゃ広い。すごいすごい。ここがいわゆる患者様が待つ待合室になるんですかね。そうですね。はいはいはい。検査診察っていう流れでこちらのコーナーで待っていただく感じです。ここなんか奥がいわゆるガラス張り、吹き抜けじゃないけど、明るいので、その時点でまず広いイメージというか、明るくて光が入ってるっていうところ、その他何かこだわりというかありますか？まずお椅子の並びが、前の通路が広いので一列に並べることができたんで、患者さん同士ちょっと目が合わない感じで、プライバシーに配慮できる形にさせてもらってるっていうのと、その光の件はやっぱりそもそも希望しているところだったんで、あそこの壁じゃなくてガラスにしてもらったりっていうので、あそこは確かに壁だとちょっと閉鎖的な感じというか、ありますよね。なるほどね。このやっぱ窓ガラスが近いっていうのは結構クリニックとでメリットですよね。はい、そうですね。なるほどなるほど。あとはもう一方通行になってるので、そこの部分もプライバシーっていうところではいいですよね。ありがとうございます。で、ここがちょっとなんか貼ってるんですよ。で、これ磁石で一応貼ってるんですよね。便利な壁なんです。便利な壁ですよね。これはもう設計当初からもうここに何か貼るであろうと。そうですね。設計さんのお気遣いの設計仕様になってます。そうですよね。ここが磁石がないと刺すとか穴が開いちゃうとかちょっと嫌ですよね。テープもちょっとね、確かに見栄えが悪くなりますよね。なるほど。結構クリニックって実は意外に飾るものが多い、ポスターだったりとか、まあ、例えばワクチンとかあるので、そう考えると何かしら磁石で貼れる壁があるとすごく助かりますよね。ありがとうございます。はい、では院長先生の診察室にやってまいりました。はい。でこちらではですね、まあ、実際に電子カルテ、お使いの電子カルテと、あとは検査機器、まあ、医療機器についてちょっと実際いろいろとお話聞ければと思います。はい。では実際にちょっと電子カルテを見ていければと思います。はい。はい、こちらの電子カルテは何をお使いでしたっけ？はい、クリプラアイ。クリプラアイ。これクリプラアイってまあ一応眼科専門の電子カルテですよね、おそらくね。クリプラさんでも婦人科さんとか内科さんで眼科だけアイっていうのが別仕様で。ああ、なるほどですね。クリプラの中のアイってことですね。なるほどなるほど。実際にこれクリプラアイ、まあ実際に使ってみて良かった点、使い勝手がいい点ってどういうところなんでしょうか？まずそのクラウド型なので家のパソコンでもログインしたら患者さん明日の方の情報とかをお家で自宅で見れる、はいはいはい、とか、あとそのクリニックで使う際の使いやすさがすごいシンプル で患者さんの動きと連動するので、患者さんをお待たせしない仕組みっていうのがすごくいいかなと思ってます。それが今の画面ってことですね。はい、この画面のまずお部屋に分かれてまして、縦のラインがお部屋なんですけど、はいはい、うちは6個に部門ステータスを分けてまして、受付、検査で診察、手術、ドクターコーナーですね。で看護師さん担当のコーナー、で会計待ちと、で終わられた方の会計済みですね。だからこの6フェーズの中で動きをつけていくってことですね。はい、7か8かまで増やせたと思うんですね。はい、それで受付されて、登録が終わりましたっていうことになると、こう検査のお部屋に患者さんを移すと検査担当の方が自分の担当の患者さんいらっしゃったっていうので、次カルテっていうか診察券と患者様を確認して検査を始めます。で終わったら次じゃあ先生の診察になりますって言ってお名前を移動させると患者様をじゃあこっちで読んでいいんだなっていうのが。なるほど。はい、でまた検査追加ねっていう時は戻してコメントを入れたりできるので。なんか戻ってきてるみたいな。もう本当になんか視認性というかもうパッと見てわかるってことですよね。なんかインカムとかで伝えなくても、あ、これでわかるんだ。これ実際に今先生の担当ですよってなった時には、患者様をクリックするとカルテが出てくる。はい、開くと出てくるので、だーっと真ん中が今日のカルテなんですけど。で左で過去のカルテとか大事な情報が閲覧できて、で自分の担当のとこは診療記録だったりシェーマを書いたりっていうのもペンタブでこうやってできるんですね。あ、いいですね。ペンタブ加水です。はいはいはい。でそれで保存しておけるのでこういうふうに入ります。であとは次回指示ですね。いつ来てほしいかとかでいうのと。実際のやられた方の診療コストとか最新でしたよとか、あとお薬もドライアイでしたらお薬いろいろ入れてもうポチ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 って押していくだけででもカルテができるってことですね。でこれカルテが終わったらカルテを保存してでうちはオルカっていうレセコンを使ってるんですけど、オルカに送信すると。オルカが入っているパソコンで処理をして会計が。なるほどなるほど。ここから先生、診察終わったよと、はい、で先ほどの動きを見るところあるじゃないですか、はい、それはもうこれは、先ほどのステータスの画面で変えてもいいし、ここの、ドロップダウンできるところでじゃあ次採血に行ってほしいから看護師さんねとか、じゃあもう会計行ってほしいから会計待ちねっていうふうにここでもステータスを変えられて、なるほどね、で終了すると移動するってことですか。あ、なるほど。はい、これめっちゃいいですね。めっちゃ便利です。これ特に検査が多いとか、はい、あとは、実際に先生が見てないような、看護師さんがやるものとかを管理するんだったらこれめちゃめちゃ使い勝手いいですね。はい、美容をやってると看護師さんが担当されてる美容の方が何人いるのかな、何分そこの部屋にいるのかなっていうのも表示されるので。確かにね、はい、長い方は、例えば1時間とか超えるとアラートのアラート機能があるんだ。で、この方動いてないけど大丈夫ですか、忘れられてませんかっていうのも確認できます。ありがとうございます。ここが、このクリプルアイにした決め手ということですね。はい、そうですね。で、使い勝手も実際にいい。すごくシンプルで使いやすいです。ありがとうございます。はい、カッツ。で、壁が。壁とかが割とあんま見たことないようなイメージの手術室なんですけど、はい、コンセプトとしてはどういうところあるんですかね。